そしてもう一つの話題こちらでございます。これなかなかショッキングでございますけどもね、鈴木治、放送作家の鈴木治先生が、来年2024年3月31日で放送作家業そして脚本業も辞めますと、を、X にポストしたということで、それ書いたんだ実際。もうご本人が、じゃあもう決定事項ですね。まあいろいろ書いてあるんやけど、まあ新しいことやりたいっていうのと、ちょっとスマップが解散してから 120% の力がちょっと力が入らんようになってきたと、だからちょっと燃え尽きではないんやろうけど、スマップの番組ようやってる、あ、そのままね、鈴木さんも作ってましたね、みたいなところで、なんやけどさ、タイミングがさ、ちょっとなんか気持ち悪いって言ったらあれやけど、こうなんていうの、J 問題が揺れる中さ、はい、このタイミングでそのスマップの番組が終わってどうこうとかも言うんやと思って、まあ、言うってことは関係ないってことなんやろうけどね、はいはいはい、なんか変な邪推がちょっとムラムラっと出ちゃってさ、俺の中で、ね、こうまあ若者を支援するような活動をするみたいなね、今となんかそういうざっくりな感じなんやけど、知らなかった、マジ、これ引退、まあ俺の敬愛するこの上岡龍太郎師匠とかさ、はい、あの引退する人だって結構おるやん、はい、結構っていうかまあそ引き際って大事みたいなこと言うけどさ、はい、周りのなんか経営者とか、ああいう人ら聞いたら引退したいってよう言うてるやん、リタイアしたいみたいな、はいはい、でも全然せえへんやん、はい、あれなんでな、やり残したことがあるんじゃないですか、で怖いみたいなのもあるんじゃない、でかといとはいえほんまに辞める人ってほんまに辞めるやん、スパッと、ほんでなんかもう田舎でカフェやってみたいな、俺の知り合いにもおるけど、はい、でサーフィン好きやから基本サーフィンでたまにカフェみたいな、みたいな人もおるからさ、こう、はい、豊かだ、だからそう引退とか考えたことある、何歳までやりましょうか、こう仮に売れたとしてね、はい、売れてない場合は引退も減ったくれもないから、はい、考えたことすらないですね、今から売れるパターンをなちょっと考えようや、はいはいはい、くんくんが今から売れるのはまあ言ったらさ、若手イケメン枠、いわゆるライダー枠みたいなのはもうちょっと厳しいや、はいはい、ないですね、その年齢的にも、はい、あともうハゲてきてるし、いや、うん、あでこだからまああるとしたら、どの枠というかどの流れやろな、大人計画みたいなことかな、なんかもういろいろいろやってます枠じゃないですか、自分でも作り始めてて、それでちょっと知名度が徐々に広がっていくみたいな、だから実力派ってことやろ、でしかない、だから松尾鈴木とかケラさんとかさ、はいはい、リリー・フランキーみたいなあの流れや、まああそこまでこう悪が強くなくてもいいけど、はい、なんとなくのイメージ、はい、確かにそれしかない、それで売れたらでもめっちゃ楽しいから引退もしたくないやろな、あのこれも売れてない期間長いんで、やっとできるってなると思うんですよ、そうやな、やっとチューハイはされるみたいなやっとめっちゃ忙しいってなるもんな、はい、75ですね、引退。もう、それはもう、肉体的な問題な。そうそうそう。肉体がボロボロになるまで、やれるだけやりたい。ああ、それで言ったらさ、高山も北条も、戦力外出ましたね。そうですよ、まさかですよ。あの、現役ドラフトかと思ってたんです、僕。要は変なし、チームにまだ、使えるだけ使おう。思いとか、高山とかドラフト1位で新人王取ってるじゃないですか、北条はドラ2位か、藤波の年でね、そうです、だから逆にそのクビにしたりすると、阪神っていうのは選手を育てられないよね、っていう
分たちの日になるから、はい、できないって言われてたんですけど、うん、もうね、岡田監督がでかいですね。あと今年が優勝したってのがでかいですね、うん、それは球団のせいじゃないみたいな。でもこれさ、戦力外になったらどことも交渉できるんやったっけ。自由契約だったら自由ですね、うんうん、まあ、保有権が阪神じゃなくなるんで、引退届を出さへんかったらいいよね。そうですね、引退届出したら保有権が阪神のままで引退になるよね。そうです、うん、はい、前の球団だからノモのパターンですね。だからあの新庄がトライアウトした時、はい、ハムのユニフォーム着てやってたのはそういうことやもんね。あ、そうか、そこもか、ユニフォームもか、うん、うん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 、いや、そうですね、確かに。なんか最終なんていうの、その所属チームに帰属するみたいな。うん、日本のそのルールですよね。どうなるの、どっか行くんかな。高山、北条ちょっと微妙ですけど、うん、高山はまだ評価あるみたいですね、他球団から。まあリアルにヤクルトとかはありそうよね。ありそうですね、うん、ヤクルトありそうだな。青木とか塩見とかのサブというか、はい、まだ32ぐらいだから、うん、え、北条もだって29とかよ。坂本と同い年、北条。あ、そうやった。うん、坂本と一緒だと思う。だから、じゃあもうそれなり、青森学院と青森山田じゃないかな、うん、ライバルですから、あそこは、うん、工場はそうっすね、どうなんだろうな、特徴があんまりないですよね。何かが秀でてるわけじゃないかな、うん、まあそれでもさ、こうなんていうの、例えば山本昌みたいにものすごい長いことやる人と、はい、スパーッとこう一茂みたいに辞める人おるやん。はいはいはい、何の差があるやんな。サッカーで言うとカズさんと中田秀がもう一番分かりやすい感じやけど本当にそうっす。俺どっちか言ったら引退しそうなタイプやんな。本当ですか。うん、そのお金というかその、はい、売れて、うん、あ、売れるってこんな感じかと思ったら、もうええかなってなりそうやん。はい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 、あとはずっとゴロゴロしようみたいな。はい、それできるのいいな。あれがあんまないかな、チヤホヤ欲があんまないからさ。うん、俺はもうあの、うん、しがみつきまくるタイプです。逆にやり続け、なんかさ、作曲家ってなちょっとだけチヤホヤされんね、ずっと。はいはいはい、なんか知らんけど先生扱いされる時あるね。はい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 、で全然居心地よくないんよね、それが。あ、なるほど。うん、それ気質だな、必ず、うん、あれ何が気持ちええねんこれがのって思うね。向こうはだって気持ちよくしようとしてそうしてるわけやん。そうですね、やっぱすごいですね、うん、神奈川さんすごいですわ、最高ですよって言われるわけじゃないですか、うん、どう思うんですか。いやー、どう思う、まあでも基本的になんかこう褒められたりするのそんな好きじゃないから、うん、なんかバカにされてる気がするの、なんか知らんけど。あ、逆にね、うん、舐められてるというか。はい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 、世間の作曲とか、うん、演奏技術とか、うん、その乖離があると思うんですよ、技術とかあの、うん、知識に対する、うん、まあ、あは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 あ、まあ、いやいや、勉強したら誰でも分かるし、うん、練習したら誰でもできるし、俺それしてきたし、うん、みたいな、うん、お前らしてへんだけやろ、うん、だから別にすごいことじゃないと思う。そう、だから自分をすごいと思ってないんですよね、それがプロとして当たり前みたいな。だからその基準が高いというか、うん、当たり前の、だからそう言われても別に全然響かないし、なんか悲しいよな、そう思うと俺って悲しいっす、悲しい。なんかこう嬉しがるタイミングが人より少ない気がするんだよな。少ない、すげえ少ないですよ周りはみんな気づいてますけど、もっと喜べばいいのにって思いますよ。オリコン1位とか
オリコン、オリコン1位がほんまな一番わかりやすい例やね。うん、めっちゃおるっちゅうねん、そんな人って思うねん。でも周りはなんかわかりやすくすげえって言うじゃないですか、俺とか。うん、あと本当に神奈川さん出会った時の映画で、うん、神奈川さんの映画が朝の全国区の、うんうん、あ、俺の曲がね、曲が、あれはね、ワイドショーじゃない、ニュースか、朝のニュース番組か、朝、いや昼やな、あれやろ、思いっきりドンやろでしたっけ、うん、中山秀さんのか、うん、それで、あ、目覚ましじゃなかったっけ、あ、思いっきりドンか、思いっきりドン、思いっきりドンで、うん、かかったんですよね、うん、なんか使ってくれると、そうそうそう、スタジオ観覧客みたいなね、つながりね、うん、うん、でその時映画のもちろんプロモーション中でもあったから、うん、すげえってなってるんですよね、うん、だから監督たちからしたらありがたいしかないんですよ、うん、そんな宣伝をしていただいて、うん、神奈川さんつながりありがとう、うん、神奈川さんありがとうってなるわけです。あの時とかも別にそんなにだったんですか。そんなにやで、だってその日のその時間帯に流れるって聞いて見て流れたから、その流れることは知ってるから別に流れたことにはイエーイってならへんよ。流れへんかったらあれ聞いてたんとちゃうってなるけど、それは、はい、それはそうやろ。でも俺らわかんないから、うん、そんなことあんのって思ってるわけですよ。うん、まあみんないんで、たまにあるやろぐらいしか思ってなかった。ないんすよ、たまには。だって聞いたことねえんだ。いや、それ聞いたことないけど、なんか流れてるやん、テレビって絶対。はい、あれ全部作ったやつおんねんから、それの一人になっただけで、その何万人おんねんって感じ。なるほどね。うん、そこですね。そうやね、そこやね。だから大河ドラマの曲とかやったらもう激調子乗る可能性はある。あるんだ。ある、もうすぐスクールして、適当なカリキュラム作って、俺は全然教えんとダラダラする。あ、なるほどね。結局ね、とかはしそう。一瞬だけだよね、そしたら盛り上がる。すぐ安定求めるじゃないですか。いやでも俺もすぐ次の曲作ってもらうと思うわ、音楽やったら。なんか俺あんまり一回作ったのそんな興味ないの。ああ、なんか一発ヒットして、うん、すげえそればっか言われるとかより、だってそれこそさ、映画、その今くんくんとあれしてる映画の曲あるやん。はい、ね、ちゃんと当たり前やけど、そのハードディスクの中にさ、フォルダ分けして置いてるわけよ、データを。でこうたまに聞いてみるわけ。はい、全然覚えてへんもん。あー、すごいっすね。覚えてへんけど、まあほんま覚えてるで、ほんま覚えてるけど、あ、これ B メロどうなるんやっけみたいな感じには良くなってる。すごいな。じゃあ俺の好みのように B メロが来るから、はい、ええなぁとは思うけど、まあそりゃそうだけど、うん、分かってんなこいつ。俺のツボ知ってんな、このサッカーってなる、うん、わしやってなりますね。うん、ね、数が多いからだな、多分作って。まああとなんかやっぱそのあれだよな、天の弱的なとこもあるんやと思うけど、ほんまは嬉しいけどみたいな、うん、もう蓋をしてしまってんじゃん。いつからそうなったんですか。これはもうなんか最初からとしか言いようがないもんね。音楽始めた頃からですか。いや、もうちっちゃい時から。こうもう流行ってるもんは流行ってるから嫌いとか。はいはいはい。みんなが右に行くなから右に行かへんみたいな。うん。左に行きたいとかはないの。なんやったら右に行きたいって言うけど、はい、それわかる、すごい。すごいわかるな。なんかそれを徹底してしまってんのよね。うん、徹底できないのが僕ですね、思ってて。あ、まあ、何なったでしょう。それが2人とも成功してないっていうのが悲しいな。どっちもということは別にどっちでもよかったよ。どっちでもいいんですね。行ってもよかったんですか、なかった。うん、だから成功とは関係なかった。そういうの。ある種のこだわりね、貫きね、自分の、うん、運です、運ですよ、こんなのは。そうですね、なるほどな。これおもろいな、鈴木治さんの話か。ああ、そう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 、うん、まあまあやめんのはまあ
ね、その、まあ、個人っていうか、その選べばいいんやろうけど、いつ辞めよっかなと思って、ね、売れたら。いやー、考えたことないな。まあ、あとほら、野球とかでもよく言われるでさ、引退できるってことはもう売れてるってことやもんな。そうですね。うん。うん、確かに。引退試合があるとかね。だからまあちょっと寂しくなるけど、まあでもいっぱいおるからね、さ、優秀な放送作家の人が。僕デビュー作鈴木おさむさんの作品です。あ、そうなん。ドラマ、あのブスの瞳に恋してるってドラマ。ああ、あ、あれ確かあれやったっけ、稲垣吾郎さんやったっけ。出てました。で、主人公が奥さん。え、奥さんやったっけ、あの村上さんじゃなかったっけ。村上さん、あの、あ、村上さんか。うん、大島さん役を村上さんがやったんじゃなかったっけ。そうだそうだ、さ、あのね、奥さんのことを書いた小説をドラマ化したのが、うん、初めてドラマに、本当の初ドラマ。へえ、ちょっと縁があったよね。はい、稲垣吾郎さんとすれ違ったの今でも見たんで、ね、あ、そう、点カットされたんですけど稲垣吾郎はカメラを背にして歩いていくってシーンですよ。はいはいはい。でちょっと僕エキストラとかだったんですけど、最初なんで、あ、じゃあ君って言われて、じゃあこの会社にね、会社に入っていく稲垣吾郎さんの会社から出てくる、はい、はい、だから稲垣吾郎さんはカメラから離れていってるわけね。僕は稲垣吾郎さんとすれ違ってって言われてカメラに向かっていくんですよ、うん、めちゃめちゃ顔映るじゃないですか、うん、うわっ、で親戚とかおかんとかに、うん、いついつこれ放送だから、うん、初めてテレビ映るから、うん、って言ってめちゃくちゃ言ったんですよ親戚に、うん、全然映ってなかった、なかったそのシーン。それが俺の思いっきりドンのと全く違うとこやな。そうなん恥ずかしい嘘ついたんちゃうか思われる。その時知りました、ね、厳しいってカットってこれか、ね、言うてね、カットされちゃってさみたいなことを言えるもんな。でもそれ でもパニックですよ、分かんないです、カットなの知らないから撮ったのに夢だったの、嘘つかれたみたいな、はい、ボタン押し忘れてたんちゃうかなみたいな。そうそうそう、下手くそ、ど下手くそは懐かしい